J'ai presque envie de finir le jeu ce soir. Qu'en vrai, en soi, il reste plus beaucoup de combats. Hein. Très rapide, si on fait que les combats. S'il n'y a pas de vieille quête secondaire, ça va aller vite. Hein. Pendant ce temps-là, Babidi envoya ses sbires afin d'éviter que la boule de pousse soit endommagée. Ah putain, il y a encore un combat d'arbre, peut-être? ダーブだ。あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ、間違いなく片付けられます。ん？フルパワーになったバカな、なぜこうも一気にエネルギーが。そうか、お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だからそのダメージもものすごい。出る！魔人ブーが出るよ！どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる！空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこい。出てこいったら、魔人ブー！残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。凄まじい気がふくれ上がっている。これはえ、さっき玉のところから出ていた煙が。C'est une musique, je l'ai pas encore entendu.雲、いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、troupe de combat contre d'abra, pas de deuxième onde。Là, normalement, ça va être Sangwan et j'ai tabou. Ah, alors, aïtu ga Majin Buu nano desu ka? So desu. Wasure wa shimasen yo. Ano osoroshii kao wa. Oi.やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんなやつが。おい魔人ブー、僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。
たまに封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ、挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン。なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブー。Il manque le sang. Comme dans Fado toujours en fait. Putain, s'il pouvait enlever cette putain de censure sur DBZ. Subarashi, sugoi zo Majin Buu.上がった。魔人ブーの木が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことならあなたたちのように人間でありながらこれほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って。さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。ブー、出るかどうかわからないけど、やつを放っておくわけにはいかない。J'ai des vaisseaux, j'ai des tours. Oh, Joseph, merde. やつが外に出て人々を襲い出したら、きっと大変なことになるぞ。やるしかない。En vrai, le combat il est très court dans le jeu. Maintenant, tu as attaqué pour gagner le cadeau. Putain, j'ai mon oreille qui me rate. Par contre, il pue la merde. Oh, il pue grave la merde.Ah là, je me suis. Prends là, t'es encore plus mieux que Magie, t'es encore plus mieux que Dabra. Pas ouf la musique, hein.
Quoi ? Où est-ce que... Oh, super finition. ドイツが魔人かな。いや、これ personne。知らない奴らばかりじゃないか。はい、魔人ブー。海王神のとどめも刺しちゃっていいぞ。Du coup, quand le chaos meurt, bien aussi meurt aussi。腹減った。こいつ食っちゃおう。ダーブラ。お前まだ生きてたのか？バビディ様、そいつは、魔人ブーは、決してあなたの忠実な部下になるようなやつではありません。今のうちに始末しておかなければ。お前、食べちゃおう。ぬれ！クッキーになっちゃえ！うわあ！素晴らしいぞ、魔人ブー！ピッコロ、これは。魔術が解けたのか？お前たち、こんなとこで何してるんだ。お、クリリンさんたちこそ、今まで何してたの。さっきまでは石化させられていたが、どうやら魔術をかけた奴が死んで、元に戻ったらしいな。ん？なんだ、この恐ろしい木は。まさか、魔人ブーを。魔人ブー、こいつも食ってしまえ。おう、おう。Il a manqué une scène là. Oui, voilà.バビディの洗脳によって強さを手に入れたベジータと悟空は、これまでの因縁に決着をつけるように全力で戦っていた。戦いの最中、二人は突然現れたとてつもなく巨大な木を遠くに感じ取る。巨大な木の正体が復活した魔人ブーだと悟った悟空は、戦いを中断してブーを倒そうとベジータに呼びかける。悟空が戦いに集中できないと判断したベジータは、その提案をやむなく受ける素振りを見せるが、それは悟空を油断させるための嘘であった。ベジータは悟空の不意をついて悟空を気絶させる。そしてベジータは自分が呼び出してしまった魔人ブーとの落とし前をつけるため、ブーの元へ一人向かうのだった。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。
ああ、そのスペアセンドルとやらの面を拝みに行くか。ご飯の気はすでに消えてしまった。許せ、俺のせいだ。あれか、ついでだ、ぶっ壊してやるか。 OK, normalement ils sont pas à côté, ils pètent l'ascenseur où il est, et après il arrive. ぼくの宇宙船が、きょう、どういうことだよ。よう。ベジータ、貴様、なんてこと。宇宙船を破壊しろなんて命令はしてないだろ。そのブサイクな間抜け面が魔人ブーか。貴様、よくもご飯を殺しやがったな。ご飯ブサイク？なんだ？みっともない変な顔ってことだよ。ん？怒っちゃったもん。俺一人地獄にはいかん。貴様らみんな道連れにしてやる。Allez. Il est chaud. Voilà, là ça veut dire sérieux. Ouais, il pue encore la merde, vous, en fait. Et j'ai encore envie de mettre le final flash. La censure devait être coupée en deux. Ils ont bien coupé en plusieurs morceaux au freezer, pourquoi pas lui? ママを大切にしろよ。どういうことパパ、ママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難していろ。魔人ブーとは俺一人で戦う。いやだ、俺たちも戦う。三人でやればきっと倒せるよ。トランクス、お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。え、抱かせてくれ。え、パパ、
なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。え？ガー！ああ！なんでトランクスくんを殴るんだよ！あ！二人を連れて、できるだけ遠くへ離れてくれ。頼んだぞ、ピッコロ。貴様、死ぬ気だな。一つだけ教えてくれ。俺が死んだら、あの世とやらでまたカカロットと会えるか。それは無理だ。お前は罪もない人々を殺しすぎた。死ねば肉体は無となり、魂も損とは違う世界に運ばれる。そうか、残念だ。もういい、行ってくれ。急いでな。こら、逃がさないぞ。待て、魔人ブー。そいつはこの俺を倒してからにするんだな。わかったか、この醜い風船野郎め。また悪口言ったな、弱虫のくせに。貴様の片付け方が分かったぜ。やっとな。おい、ベジータのやつどうするつもりなんだ。殺されちまうだろう。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているんだ。己の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルー、トランクス、そしてカカロット。二人を頼んだぞ。俺は結果を見た。Putain, on entendait les dinosaures marcher. Même là encore. そうか。少々のダメージを与えただけでは、魔人ブーは再生してしまう。そうさせないほどバラバラにしたのか。己の身を犠牲にして、あいつに救われたか。バビディ、まだ生きてやがったか。とどめを刺してやる。Et là, tu te rends compte que Bouille est encore plus cheaté que tu penses. Faut pas nous sortir un combat Piccolo Bou quand même. C'est bon. Majin Bou a vécu. Bou!
おい、僕を回復しろ。さっさとしろ。封じ込められたいのか。はあ、よし、いいぞ魔人ブー。あの緑色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。バビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやる。この星を地獄に変えてやれ魔人ブー。あいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ。死んでない魔人ブーが。そんなベジータは無駄死にだってのか。地上は危険だ。神の神殿にこの二人と仲間だけでも連れて行くぞ。希望の星はこの二人だけだ。わずかな希望だな。Je vais me sortir qu'un Goten et Trunks Super Saiyan simple sont plus forts qu'un Piccolo, en fait. C'est là que je vais tilter ça, tu vois.人物の気は感じるが、ベジータの気がねえ。まさかやられちまったんか。あいつがご飯の気も感じねえ。どうなってんだ。ピッコロとクリリンは生きている。石から元に戻れたんだ。二人なら何がどうなったか知ってっかもしんねえぞ。ピッコロたちは神様の神殿か。Bon, pour ce soir, je m'arrêterai au combat Bukuku. Le combat Bukuku. Et dès que je pourrai sauvegarder après, j'arrêterai, parce que sinon je vais finir à 5h du matin. Il va se passer encore des trucs après, putain. Et sinon, il y a Lali qui va faire la gueule parce que j'ai fini le jeu sans elle. Désormais disponible. Ok. Majin Buu, ka. Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques ? Du coup, on va jouer quasiment que Full Goku. Ah non, quoi que non, il y a plein de trucs. Des entraînements s'imposent.
Votre phase d'entraînement. Putain, y'a rien pour s'entraîner. Y'a pas de camp d'entraînement ici, vous foutez de ma gueule. Non, je suis mort, théoriquement. Tu prends le crâne de Krillin, tu lis dans ses pensées comme t'as fait dans Namek. なんてことだ。ご飯も海王神様もベジータまでもやられちまったなんて。魔人ブーの強さは海王神様が恐れていた通り想像を絶するものだ。このまま放っておけば本当に間違いなく地球人は愚か宇宙。でもよ、悟空、お前が生きていてくれたのは不幸中の幸いだ。魔人ブーを倒せるのはお前だけだよ。はっきり言おう。無理だ。オラには倒せねえ。え？ベジータとオラとはほとんど実力に差がなかった。そのベジータが捨て身でやっても魔人ブーはへっちゃらだったんだろ？悪いが、どうやっても勝てねえ。そうか。そうだな。剣持てよ。くそー。ベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたらまだなんとかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でかかってもおそらく無理だったろう。そういうレベルじゃなかった。いや、そうじゃなくてフュージョン使うんだ。え、なんだよそれ。フュージョン、融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ、あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり2人が一つに融合することでそれぞれではできねえようなすんげえ力を持つ新しい一人の人間になれるんだ。30分したら元に戻っちまうんだけは注意しねえといけねえんだけんどな。なるほど。ご飯かベジータ、どちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだな。だが今は二人ともこの世にはいない。もしかして最悪の事態ってやつかな。中で寝ている2人、ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどそっくり。できないのか、フュージョン。いいぞ、ミスターポポ。その手だ、その手があった。ピッコロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんど、それだけじゃとても時間が足りねえ。あとはおめえが引き継いで修行してやってくれねえか。よし、わかった。いいぞいいぞ、希望が出てきた。あのチビたちならやれるかもしんねえぞ。ただしトランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまでかなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。もしかしたら絶滅、いや地球そのものが消滅させられるかもしれん。ボークブラブラするピタンダーク。これは賭けだ。耐えねばならんぞ。もし絶滅させられてもおめえたちとドラゴンボールさえあれば元に戻ることもできる。なんだ、急に暗くなったぞ。attends, par contre, j'espère qu'il faut pas que je reforme mes Dragon Ball après la cinématique. Shenlong が出るんか？ドラゴンボールを集めて持っていたのは je les ai récoltés, c'est pour que je les perde。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを？そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちは
ドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り、残り2つの願いを叶える前に何とか止めることができた。シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。C'est là que Bulma ne pouvait pas se dire je vais emporter les détecteurs avec moi. Ah oui, il va falloir récupérer les Dragon Ball. Bah aussi, bout tout pète tout. Non, il pense qu'après. C'était une excuse pour avoir un combat Goku, si tu me diras. Donc, t'as mieux. Ouais, et puis, hein, elle parle et. Tortue Ginda qui apprend le Mafuba à Goku, qui se barre. Goku se barre dans le futur. Et t'as tes Tortue Ginda qui fait. Bulma, ils ont pile parchemin. そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。おう、よし、生きておられる。Normalement, on leur dit de bouger dans une forêt. Et là, il était toujours dans l'explosion de Bou. Et enfin, de Vegeta. Il y a beaucoup de cinématiques. Pas à mon plan. C'est l'arc Bou. これは海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、ゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を。海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい。開会。On pourrait skip ça。あれ、ここは海王神界。つまり私の世界です。海王神様の？本来この海王神界は人間がおろか神や海王ですら来れない聖域なのだぞ。あ、オタクは確か死んだはずじゃ。生き返れるんですか？いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕をここへ。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。C'est vachement utile de découper Bou avec une épée. ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。Z ソード？お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私はおろか。何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどのとてつもない力を。とにかく試しに行ってみましょう。ついてきてください。その服装、この聖域にはふさわしくないな。せっかくの新しい服だけど、キビトさんとペアルックみたいで
C'est une blague. Je veux le combat. Le Kubu. Arrega. Je m'en fous. Zepé. Zetto Sodo. この剣が Z ソードです。はあ。引き抜いてください。私の知る限り、この剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか？なんか昔話でこういうのあったな。この、Z ソードってのを抜くことができたらどうなるんですか？凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブーをもしのぐほどの。本当ですか？すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ご飯さん、やってみてください。はあ、よし。ダメだ、びくともしない。よし、よし。スーパーサイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。ほら、やった。なんと。わお。C'est une chose sérieuse, parce que ça doit faire au moins une heure. Bon, peut-être pas une heure quand même, mais 30 minutes que j'ai pas joué. Ça fait longtemps le temps de chargement. J'ai pas fait gaffe. どうせ言わなきゃいけねえことだから。言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。えっ、ジジジジジベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前も。おう、どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある3人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この3人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ、始めろ魔人ブー。おい、
野郎、やりやがった。もう一度言うよ、この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃ、情報待ってるよ。くそ、あの野郎。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めるぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めるぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。三匹の中の一匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き切れる。違うの、研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、大急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫、おじさん、すぐにやられちゃうんじゃない？うわ、まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、やつら西の都に着いちまうぞ。ダネネネネネネ。Tardif durera un peu plus longtemps parce que j'ai envie de jouer Goku Super Saiyan 3. C'est ça que j'attends depuis le début de la sortie du jeu. Jouer Goku Super Saiyan 3. C'est un kiff. Sur kiff. Quand tu vois un Goku Super Saiyan 3, tu sais que ça va mal aller pour son adversaire. Tu sais que ça va douiller. Alors qu'un Super Saiyan, ok, un Super Saiyan 2, ouais, un Super Saiyan God, ouais, un Super Saiyan Blue, bon, Ultra Instinct, ok, il est badass, mais quand tu vois un Super Saiyan 3, le mec, il dit, tu es enculé. Mais à mort. J'espère qu'ils vont mettre une bonne musique pour le Super Saiyan 3, ratez pas la transformation de Super Saiyan 3, putain. Alors déjà une musique comme ça c'est mal. Ah oui, moi aussi je me balade, c'est sûr.
これくらい時間稼ぎできるか。いた。よう。貴様はちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ。何か企んでいるのかな。ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって、そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うん、うるさい。余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。うん、なんだ、再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、ちっ、しょうがねえな。Il va pas avoir de cinématique. Il va pas avoir de cinématique. Vegeta, d'atte, それをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた。スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そして。これがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがやっぱり強い。さらにそれを超えた。あ、オッケー。Oh non, y'a pas de cinématique. Contemporaire. Oh, c'est bon, pardonné par la musique. Il est pardonné par la musique. Ah oui, la musique a sauvé le truc. Même si ça correspond à que dalle. Ah oui, pardonné pour la musique. Ok, c'est bon, t'es pardonné. Il y a peut-être pas de cinématique, mais. Oula, oula. Putain. Ah, d'accord, j'ai la rage en limite. Ok. Oh putain, tu vois la puissance de ce monstre 3. Oh putain, je la vois. Ah merde. Ah non, son. Putain, oui. なんてやろ。めっちゃ trop pété ça beaucoup。 Quand il me fait mal la taille。
お前面白い。もっと遊ぶぞ。ああ。j'ai vu un mec qui recherche un truc. Moi, c'est pas ça, je crois. 時間を稼ぎてえところだった。オラの時間がなくなっちまう。あ、ちょっと。C'est un peu serré, ça va. お前と戦うのなかなか面白いぞ。さすがだな。驚いたぜ。おめえすっとぼけた顔してっけど天才だ。Un peu facile, mais j'ai kiffé. Oh, oh, oh. Rotondo damage nashi ka. Trunks no ki ga hayaku gouki dashita. Dragon Raider o mitsukete, nishi no miyako o hanare hajimeta na. Oi, naze modoru? Omae to tatakau no omoshiroi. Motto yaru zo.そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。割りが切るぜ。逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ。てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのか、そいつら。けっけっけ。僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。ちっ、惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。おい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、薄ネロ。探してこい。バビディ様、俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。La censure! Sa tête, elle explose! Sate, tu y as tu y as te crumade, taïkts dakara! Chikyujin zen metiste à son déotto! Là, c'est sûr, on va pas se balader dans la map.Et capitale. バビディがいなくなって、魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのはな、使うエネルギーが大きすぎて、オラに残された。時間はあんまりねえ。それまでに何としてでも、チビ2人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの二人だけだ。え、なんもべじ、ファババ、え、やっぱり。も、持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし。
もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よーく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は三歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ、こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん、じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺はか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。フュージョン、はっ、よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。うん、わかった。ピクロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、孫くん。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうか、ラスコってコンテサルパレディビン生きてるといいな。はい、ではここまでじゃ。行くぞ、悟空。なんだごてん。うん、わかった。おめえ、父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ。だったら早く言えばよかったのによ。おてん、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。C'est quand que je peux sauvegarder? Ah bah oui, là Goku il va voir la scène, il dit ah non mais Gohan est vivant.Allez, allons dans le monde Kaioshin. Yoshi, Goku. À toi, jibun de ikeru jaro. Oh. Thank you, Bacha.
ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯。そうだ、ご飯の木だ。なんで、あれ、どこだ。よし、putain, je me tape un temps de chargement pour une scène de 30 secondes pour me retaper un temps de chargement. Et ce fond d'image, je pourrais le changer, mettre un gros bout.一体どこなんだ、ここは。いる。確かにご飯の気を感じるぞ。スケデビスも、スケデトワ。なん、もちろん。なん、まあ、俺はもう、すげえ、なんで、か、Ah ouais, on va arriver aux 40 heures de jeu pour finir le jeu, putain! On a encore eu aucune cinématique? Il n'y a eu qu'une seule cinématique, ça veut dire que là, une cinématique de la fusion, Végéto. Coucou. Putain, du coup, il n'y a pas de cinématique de transformation! Ils ont déconné quand même. Musique, oh putain, il reste encore deux musiques. Mikota Power. Et là, alors, je sais pas c'est quoi cette musique là. Je sais que ça c'est la musique du boss final, ça c'est sûr. Bon, c'est la musique de merde. Il n'y aura pas de musique spéciale Mira du coup. Bon, bref, je vais m'arrêter là pour ce soir. Salut.